皆さんこんにちは。甲子園総合会計事務所代表下園です。この動画は中小企業診断士2次試験事例4の分野別解説動画になっています。で、今回のテーマは、セグメントあるいはセールスミックスの話になります。で、解説するのは平成28年の第3問と平成26年の第3問になっています。で、2問だけじゃないんですけれども、本試験においては落とせない論点になっています。これを例えば全然できなかったら、不合格なんだろうなっていう、そういう問題です。で、CVP とも似てるんですけれども、条件を全部織り込めるかどうかなんですよね。ものすごい複雑な過程を置いているわけではありませんが、問題の与えられ方というか条件の与えられ方がちょっと細かい複雑だなって思う時もあるんですよね。変動費が 4% 上昇するとか、そういうやつを段階踏んでちゃんとできればできるんですけれども、一足飛びにやると間違えちゃう可能性もあると。で、計算は計算で重要なんで、その中で計算の中でも出てくるんですけれども、やはりその貢献利益とか評価基準の問題が重要なのかなと思います。特に貢献利益については計算でも出てくるので、重要なんだろうなと。で、貢献利益と紐づいて固定費の話があります。個別固定費はこの事業やめたらかかんないけど共通固定費は発生しちゃうねとかっていうのが計算問題でも出てきます。評価基準については率なのか額なのか問題っていうのが一般的ですよね。で、ここまで喋っといてお前誰やねんっていうことになるんですけれども、中小企業診断士を平成29年に取っています。で、もともと簿記検定とかをずっとやってたんで事例4が得意です。で、この動画に先立って過去問の解説動画を作成しています。で、この動画はその動画の中から分野別でいいなと思う問題をセレクトしたものになっています。で、先ほども言ったように平成28年の第3問と平成26年の第3問を解説します。まずは平成28年の第3問です。で、第3問のポイントは貢献利益の理解の話です。で、簡単なことだけで言うと、売上と部門変動費と部門固定費を引くと貢献利益が計算できます。部門じゃなくてセグメントだったりもするんですけれども、どういうふうな文言言葉を使うかっていうのは設問によりけりですけれども、その変動費と固定費を引いたものがプラスであれば部門継続なんですよね。と。で、なんでなんですかっていう話になれば、前者の共通の固定費を回収できるからですと。これおなじみの論点だと思います。で、この事業部制の問題に限らずセグメントでもそうなんですけれども、どこまで責任を持つのかっていうのを設問から読み取って、で、責任のない部分をさっぴいて考えると、そしたら貢献利益が出てくると。その貢献利益がプラスであればそれはやるべきなんですよね。貢献利益がある部門をなくしちゃうと、その分だけ他の部門にこのしわ寄せが来ることになるので継続すべきっていう論点です。まとめると、その財務的に赤字だったとしても貢献利益が黒字だったら継続なんですよね。だから何でもかんでもとりあえず貢献利益で判断したらいいのに、中小企業診断士の問題ではよくその営業利益っていうか財務的な利益で判断しちゃうから、こう判断誤る可能性がありますよねっていうことです。それを今回は指摘する問題になっています。続いては平成26年の第3問の問題にです。第3問は事業部制とか、あとセールスミックスとか
その、セグメントとか、まあ、いろんな切り口はあるんですけれども、その割とオーソドックスな問題ですが、その思考力とか もう一丁言うと確実性が求められる、めちゃくちゃ僕はいい問題だと思っています。こう数値がシンプルで理論的な背景があってちゃんと答え出せますかって言ってるんですよね。別にこの、こう過去問の中ではやっぱ解きにくい問題とか指示が足りないなとかっていう思うところもあるんですけれども、この問題に関してはそのまあ個人的には最高傑作じゃないかなっていうふうに思っています。で、あのまず与えられている表はそんなに難しくないんですよねと。で、まあよくやる手ですよねと。限界利益とかを考えて、で限界利益が高いもん順に売っていきゃいいんでしょって言うんですよね。それを普通にやりますと。で限界利益の順番でやっていったらこうなるよねっていう方になります。まあここの限界利益、時間あたりの限界利益はこことこことこうっていう順番やからこれでやりますよねって。でその Y の途中で時間が来るから Y 何個作れんのって言ったら6000個作れますっていうのがあると。もうこれ楽々な問題なんですけれどもっていうところなんですね。まず変動比率についてはこれはこれでもう絶対に間違えちゃダメです。でさっきの言ったロジックでほらほらこういう風な形でどの問題もこうやって解けるやんっていう風に思うと、実はここに落とし穴があるっていう問題なんですよね。で実は僕も一回引っかかったんですけれども、あのこう下書きをするときにやっぱりそのセグメントもそうだし、その事業部制 A 事業 B 事業とかって言ってる話もそうだし、あるいはそのセールスミックス、まあ、今回セールスミックスなんですけれども、それでもあの同じなんですけど、やっぱその貢献利益っていうのをちゃんと書かなあかんなっていうことがよくわかる問題です。面白いんですよね。要はその1時間あたりの利益で作って絶対作るべきだろうっていう Z をたくさん作ったら赤字になるっていう、これはすごいと、これよく考えられたなっていう問題だなって僕は思っています。要はここまでの話って余裕で誰でもたどり着くんですよねと。でそれで終わっ、それでその限界利益と個数で、あと個別固定費引いて、個別固定費共通固定費引いて、はい答えでしょってやる人はこれ間違うんですよ。逆に毎回こういう風にその貢献利益があるかないかっていうのをちゃんと確かめてるっていう人はこれ答えれる答えになるんですよねと。だからこれあの Z 作っちゃダメなんです。そもそも Z ってどんな状況でも作っちゃダメっていうことになります。つまりその貢献利益が赤字だから、その Z は作成しないっていうのが基地なんですよ。したらその X と Y を最大限作っていくっていうのが答えになっています。これです。でここでこうっていうことになりますね。でこの1680万っていうのは後で使うんで、まあ覚えといてもらえたらいいんですけれども、この答えです。で実際の答えはここ対ここをあの割り出すので、要はその1万対8000とかっていうのはまあ答えに、1万対8000対0かっていうのが答えになります。じゃあ次また話が変わっちゃったんですよねと。じゃあ X と Y に追加コスト50万かけたら、要はその製造比率っていうのが変わっちゃいますよねっていう話なんですよねと。でもう深くは説明しませんが、そのとりあえず X と Z っていうのが、まあ、1万1000と5000で、まあ、決まった時に Y を作るかどうかっていう話になると、 Y は作らないんですよね。これなんでかっていうと、さっきと同じです。貢献利益が赤字になるからなんですよね。
だからそれは一回確かめた上でこの表 を僕は作っています。で要はそのここにまあその、余った時間を使えればいいんですけれども、実はその個別固定費をこう回収することができないから貢献利益が赤字になるんですよね。ということは X と Z っていうこの2つを全部作っていくっていうのが答えになるんですけれども、ただその営業利益っていうのが1005万になっちゃうと。なので設問2で見たその営業利益よりも低くなるから、これは受け入れちゃダメっていうことになるんですよね。だからそのなんだろうな、一般的にこの診断士の試験って、まあ、基本的にはやりますとかオーソドックスにこうね Z を作っていけばいいんでしょっていうところからスタートして、でそのいろんな手を講じてもなおやらないっていう風になっていると。でそれは とにもかくにも要は貢献利益がどうなってんねんっていうのを確かめないとダメですよっていうことになるんですけれども、まあそれをまあそのセグメントなり事業部なりこういうセールスミックスの問題では常に意識していないとまあ間違っちゃう問題です。まあ、僕が言うのもまあ何なんですけれども、その事業部とかセグメントとかあるいはそのセールスミックスってはっきり言うとイージーなんですよね。そのこう厳しいか厳しくないかで言えば厳しくない問題というか、その問題が解けなかったらその年落ちますよっていう問題が多いと思うんですよ。その中でこの問題はひときわ異彩を放っていて、そのみんなが同じようにやったら転ぶっていう話なんですよ。だから下書きを丁寧にやった人だけがたどり着くっていう非常にいい問題だなっていうふうに思うんですよね。その個数だけ見てここだけあったとしてもその利益っていうのが算出できるから、だからそのままやっちゃったっていう人いると思うんですけれども、その本試、まあ、練習問題はいいとして本試験においてはこういうパターンもありえるから、そのちゃんとケアしておくと。これが理論的な背景なんですよね。その貢献利益が赤字だったら常にやらないっていう、その理論をちゃんと知ってるかどうか、そう知ってたらずっとここのなんていうんですかね、やらないよっていう答えを導き出せるっていうことなんで、これめちゃくちゃいい問題だなっていうふうに思う。計算をすれば理論を知ってるかどうかが分かるっていう、その寒気がするぐらいいい問題だなって僕は思います。ね、その先ほども言ったように解きにくい問題が多い中でこういうセンスのある問題っていうのが数多くできれば、やっぱりこう皆さんも悩むことはないんだろうなと思うんですよね。わけわからん過程でもう無理ってなっていうよりも、このシンプルなところがわからなかったら、それってやっぱ気づかなかったっていうことで誰でも知ってる理論じゃないですか。それを計算上わからなかったっていうのはやっぱりそのゲートをくぐることができない要因になると思うんですよね。そういうような形でその本当にこの実力が発揮できる問題なのかなっていうふうに思います。まあ、この2問ともまあ結構計算的にはまあ簡単だと思うので、もしできなかったらできなかったところをしっかり復習してもらいたいなと思います。特に今回のこの26年の第3問はこう一番最初に言ったようにこの計算と理論がリンクしているっていう非常に素晴らしい問題なので、まあ、こういう問題に出くわす可能性があると思うので、こうしっかり下書きするようにしてほしいなと思います。これ以外にも過去問とかこの30日完成っていう、まあ、合格点突破のテキストの解説動画もノートで提供しているので、ご興味があればリンクから行ってください。今日の動画はここまでです。チャンネル登録高評価、あと質問もなどがあれば受け付けています。まあ、セグメントや、まあ、そのセールスミックスについては何度も言うように計算自体が難しいっていうことはないので、
しっかりできるようになってほしいなと思っています。それではまたお会いしましょう。さよなら。